はい、おはようございます。おはようございます。スタートですね。今日なんか、はい、船の上っていうか海の上で陸じゃないって言ってる。神ごとでオフショアっていうか、オフショアね、狙うところはもうデカマサですよね。そうですね、丸マサですね。10キロ以上、10キロクラス、はい、それを狙って来てます。了解です。朝はですね、トップ上の方で結構捕食で上がってきてるみたいなんで、ただ今一応ちょっとあの鳥山とかを探してですね、うんうん、ベイトの状況をちょっとあの船長とスタッフの方が探してくれてる状況ですね。ですね。楽しみですね。これっすよ。これがオフショアでできるんだから。サイのこうでしょ。全然行きましょう、はい。スタートですね。ちょっとまだ湧いてはないんですけど、とりあえず160からですね。ベイトサイズはもうちょっとちっちゃいみたいなんですけど、ちょっと大きめのプラグから。あっ I don't know。 出た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 、食うた食うた食うたんね、食うたっすよ。ほらほら食うたん、ほらっす。めちゃめちゃ追っかけてきた。誰ね。重屋の野獣です。重屋の野獣。おお、すごい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 、おすごい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 、頑張って頑張って、よいしょー。おー、やったー、おはようございます。めっちゃ楽しかった。バーリー追っかけてきた。あ、そう、めちゃめちゃ追っかけてきた。バーチカルのジギングにね、変更してます。日がね、だいぶ昇ったんで、水深が50ぐらいですね。どうだった、アラカブちゃんやった、ちょっとかわいいね。おおー、あ、海いいよいいよいいよ。あー、本当ですか。オルズが吸ってやろうけどね、食わしきれんね、なかなか。なんと、はい、あるものの王を引いております。楽しすぎて王を引いておりますってことで、はい、小6、6小6じゃない、正直なぶったらトップ投げてみたいな、はいはい、プラス、はい、ちょっと初めて行くポイントなんですけど、はいはいはい、あの Google マップ先生を見る限り、はい、もしかしたら根坂の先輩、あらかぶ先生は絶対いるんで、では早速ポイントの上移動したいと思います、はい、行きましょう。ハッピーローこの道ずっと行けば、この道を行けばどうなるのか。ありがとう。雰囲気がありすぎて、うわすごい広大。何なの、これ離島なの。ありがとう。結構歩きましたよ皆さん。あれよね、声できましたよ。デブゴンでも声出る。頂上到着しました。下降りたいね。安全第一。ジャンプ？膝悪くするじゃん。なんか来ましたね。魚じゃないかな。あ、魚だ。いいサイズ。編むのが難しそうなんでね。今ロックフィッシングやっております。21g のね、ジグヘッド、マッチョ。リールはね、これエアリティ。
LT2500 なんですけど、当たってる。来ました。2500ですけど10キロあるんですよ。なんで負けることがない。でかいんですよ皆さん。ほーら、荒川ちゃんね、ばっこり。もうね、巻き負けしない、このエアリティに変えて。エイジングが気になってたんで、やっていきます。バイン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 って絶賛寝掛かり中。上からやってるから見えはするんですけど。きたー、イカです、イカです、イカです。おったー、降りましたよー。てれてれてててて、降りましたよー。らいましたか。いました、いました。いましたか。いましたねー。いっぱいついてきた。いっぱいついてきてる。ほら、キョッキョッキついてきてんの。いっぱいついてきてる。ちょっとあったし、3倍でもいきます。あ、500ぐらいかな、4、500。これ上がらんな。保ってやろうか。優しかけ、お兄ちゃん、お兄ちゃん優しいから保ってあげるからね。長いの持ってきてるんだから。こうでもちょっと足は危ないから、お兄ちゃん足腰弱いからさ。はい、ゴートゥゴー。嬉しいな。どうだどうだどうだ。お、まあ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 、イエーイ、いいじゃないですか。イカちゃん、ジリングいいよって。え、まあ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 、オスです、オス。村ちゃんのシャロス。あ、山下さん、はい、僕エギをめっちゃ使ってます。私です。どうですか。私です。めっちゃ湧き寄る。もうこれ窓湧いてる。出寄るな。行こうか。遠いな。シャロさん着きましたよ。着きました。ええ、ここでなぶってましたんで。これなぶってましたね。結構遠かったっすけど、デブゴン頑張っちゃったんで、サモハンキャスティングをね、ちょっと皆さんにお見せしたいと思いまして。あ、本当だ。来ましたよ。ちょっとすいません、釣れました。モンスターショットで初のお魚はね、ビンビン丸アラカブちゃんです。これずっとこうしてんの、怒ってんの。これもうリリースじゃないと。早く、うわ、手前、手前来た、来た来た来た手前来た。ナブラ始まりました。これラストと思います。これがます。朝まずめはどうなってんのだ。10時でございます。まあ朝まずめがいいっていうわけではないから。朝まずめはいいです。男の方がですね、もうあったかくて、昨日の夜もですね、ご飯を一緒に食べたりとかですね、して、すごくあの釣りの話で盛り上がったりとか。ちょっと盛り上がりすぎちゃって、うん、今回泊まったあの宿なんですけど、宿が民宿薩摩屋ですね。ここ2泊したんですけど、1泊目でちゃんと掃除もしてくれたりとかですね、換気の方とかもしてもらってて、快適でしたね、はい、本当。左手に見えますのが、はい、民宿さんがやられてる雑貨屋さんの、はい、おー、ほう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 、おしゃれ。やっぱりさ、このね、ご飯がめちゃめちゃうまいんですよ。塩ホールです。宮崎めちゃめちゃうまかった。やばい、後藤イサラ味っつってね。はい、それではお部屋の方ですね。はい、はい、今玄関入って、おーい、ここ共有部でした。がっつりありました。はい、入って、トイレもね、こんな2つ、はい、3つある。こっからが1グループの部屋ですね。うん、これグループ4名様、4名様、はい、の部屋ですね。ちゃんと仕切られてて、はい、1個ずつ部屋はですね、いいね、部屋。ここもまた、ここも部屋になってる、部屋になってるんですよね。ここですよ、うん、
お部屋はそんな感じだったんです、はい、で玄関入って、はい、右側に行ったらですね居酒屋さんに直で行けるんですよ。直っすよ直直やばい直で行けちゃうんですよ。やばいですね直やばいです。やばいでしょこれで料金の方が晩ご飯朝ご飯、うん、ついて6300円。安っ安いっすよね。安っでご飯も豪華です。豪華ね。4品ぐらい出てきましたね、おかずがですね、うん、すごく美味しかったですね、うん、で今ですね長崎が、うん、ふるさとキャンペーンの方を行ってるので、うん、半額プラス2000円分のクーポンがついてくるので、うん、やばい。実質いくらみたいな感じですよね、うん、今回も1300円。ちなみに朝は釣り人朝早いですよね、うん、おにぎりを準備してくれます。優しい。はい、ということで、はい、民宿薩摩屋さん、はい、上五島に釣りに行かれる方、うん、まあ、旅行に行かれる方もそうです、ね、はい、ぜひ薩摩屋さん来てみてください。はい、うますぎて食べ過ぎ注意です。確かにめちゃめちゃ食ったよね。はい、お疲れ様でーす。はい、お疲れ様でした。どうでした？トップゲーム楽しくて死ぬかと思った。なんか食ってきたの見えた。はい、ガオガオドンッ。やばいっすね。トップで一番楽しい出方っすね。トップで一番楽しい出方っすね。気持ちよかったー。まあ、今回ね午前中だけだって、はいはい、朝のトップでゲームでですね、うん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 、寝る時間帯をピンポイントに狙って、はい、行かしてもらったので、まあ、ジギングでも、あ、そうですね、釣れてましたね。ちっちゃかったけど、ちっちゃかったですけどね、ちょっとちっちゃかったけど、うん、でもまあ、美味しい、いや、いいサイズ、美味しいサイズですよね。ちょうどいいあれね。今回オフショア調光ということで、はい、地元のね漁師さん連れて行ってもらったんですけど、はい、お知らせがございます、はい、今後ですね、その船の方がですね、遊戯船の方を上五島で、すごいすごいですね。船のお名前ですね、お名前が、大和丸です。大和丸、はい、大和丸。詳細の方はですね、はい、ちょっとまだ決まってないので、決まり次第ですね、うん、SNS の方で、ちょっと怪しかった、うん、今SSS うん、SNS の方で、はい、おじいちゃん SNS の方ですね、発信をしていきたいなと思いますので、はい、こちらもですね詳細を見てもらって、上五島に遊びに行かれる際は、うん、ぜひ行ってみてください。行ってみてください。船長もめちゃめちゃいい人でですね、うん、スタッフの方もストイックです、はい、変態でした。変態です。船のことだけじゃなく、うん、陸のこともいっぱい聞いてください、うん、変態でした。とりあえずめちゃくちゃな変態でしたよ。ということで今回はですね、はい、長崎県、はい、新上五島釣り旅ということで、はい、長崎からの行き方と、はい、船釣りですね、はい、オフショア、はい、で宿を泊まって、まあ、1泊2日ぐらいでも遊べるよっていう紹介の動画でございました、はい、参考になったよって方はね、チャンネル登録と高評価ボタン、ベルマークの方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。またね、五島よかとこばい。